働く人に景気の実感を尋ねる内閣府の景気ウォッチャー調査で5月の景気の現状を示す指数は4月より1ポイント低い38.1で2ヶ月連続で悪化しました一方、先行きを示す指数は4月から5.9ポイント上がり47.6でした先行きについてはワクチンの普及で外出する人も多くなり今より悪くならないなど ワクチンに関するコメントが4月の1.7倍に上っていますこうした結果について内閣府もワクチン接種の進展等による持ち直しへの期待が見られるとしています